したいな。いやいやいや、もういいです。はい、一旦東京公演2日目、代々木公演が2日間終わりました。東京本当に大きくて、他のところも大きいんですけど、なんか3階まであるかな、うん、でも縦に長く、あ、そう、こう、あ、それもあるし、なんか3階までもある、うん、多いんだよ。そこもでかいね。そうね、はい、しかも今日はですね、その私たちの会社 JYP での先輩の 2PM 純慶さんが実私たちのライブに見に来てくださって、もう本当に嬉しかったです。なんかすごく、あ、また J-Park さんがまた見に来てくださってる気持ちちょっと似てた、やっぱりすごくもう憧れの方だったので、すごく緊張もしたけど、なんか逆になんかすごくいい姿が見せられたのかなと思って、すごくワッピーも、そうなんですよ、来てくださって、はい、すごく嬉しかったです。ありがとうございます。そしてね、この2日間見に来てくださった VJ の皆さん、本当にありがとうございます。ありがとうございます。いや、皆さんのおかげで本当に最高な2日間になったんですけど、なんか一つ気になってるんですけど、なんかファン、私のコメントの仕方なのかな、なんかちょっとたまにちょっとシーンってなって送るんですよ。ちょっとなんでだろうっていう、なんかなんでだろう、あれじゃない、あの終わったのか終わってないのか、あ、わからないのか、わからない、そう、初日、初日に、うん、それで、うん、あ、終わりですかって言ってしまった、あ、そういうこと言われたわ。なるほど。さっきの、あの天理の挨拶もそうだった、うん、あ、終わり終わり終わりじゃないですか。あ、なるほど、わかりました。私が頑張る、可愛いからな、そう、可愛い、そんな疑問を抱いてたのね。そう、なんかいつもなんかシーンとするな。ちょっと待って、ちょっと待って。しかも結構しっかり喋ってたわけじゃん。言葉合ってるわけじゃん。なのに、あれ恥ずかしくなっちゃう。でも恥ずかしくなる気持ちはすごく分かる。私もなんか今日、最後のさ、一人一人コメント言うときに、だんだんちょっと自分が何を言ってるのか分かんなくなっちゃって、収集がつかなくなっちゃって、終わらさなきゃと思った途端に出て、ありがとうございますが、なんかありがとうございます、どっちの何だったあれ、ありがとうね、はい、皆さん本当にありがとうございます。ちょっとよく分かんないけど、すごくすっごい変なテンションでお礼をしちゃって、でもまあそのテンションが素直な私の気持ちだったんですけど、楽しかった、幸せだったっていう全面のありがとうございますだったんですけど、さすがにちょっとメンバーに笑われすぎて、ちょっとやばいことしたかなってちょっと思いました。良かったです、良かった、良かったです。じゃあ、そうですね、あの2日間楽しかったのか、えっ、ちょっとほら、余韻すごくてさ、そうなんですよ、余韻に浸って寝れないんですよ、寝れないからね、寝てください。でも、ミーヒからの伝言で、マイカとミーヒを見間違えないでくださいってミーヒが言ってました。そうです、ダメですよ、皆さん、ポミーテールはミーヒとマイカ両方あります。今日もし間違えた方がいるのかな、いやさすがに、ないですよね。マユカが結構ポニーテールのイメージがあるし、しかもそのポニーテールの色がミーヒの色と似てるんだよね、髪色が。だから前髪もあるし、ちょっと似てるって思っちゃうのかもね。そうだよね。私もさっきさ、本番前にさ、そのトレーナーさんがマユカに何かずっとここの振り付けこうだよって言ってる時に、ミーヒがずっとなんかこんな感じでやってたから、いや、まゆか話聞けよって言われて、ミーヒだってポニーテールしか言ってなかったから、いやいやいや、まゆか話してみようと思って今話してみようと思ったら、ちょっと危ない、ミーヒだったー、怖い、で注意しそうになっちゃって、危ない、だから、分からんでもない、リマがこういて、私とミーがこういて、後ろからこう見てたらどっちか分からへん、分からん、分からん、似てる似てる、そんな
んな感じで代々木公演でした、はい、なんかライブだけでしかね聞けないなんかものとかもありますし、うん、私めっちゃ煽ってるんですけど、うん、え、今日めっちゃテンション上がります、ね、そこめっちゃニコニコだけよかったってリオの周りも最高やあ、You ready? あ、そう、そこたまにマイク取ってないからリオの身の中ではね、最高やねんけどたまにね、私たちの中でも勇気もらえるそうそう、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 どうでしたか？残り余裕2日間ございますので、はい、私たちも全力で楽しみたいと思っております、はいはい、最高の思い出をまた2日間作りましょう、はい、本日はありがとうございました。最後は何かポーズする？じゃあハートトーク、あ、東京バナナのポーズ、まだハートじゃないわよじゃあみんなでこうやって口つきしてあざとくあざとく終わる。バナナもしたい？うん、じゃあバナナこんな感じ変形。じゃあ、あ、オッケー。ちょっとずんだっぽくない？